ノーザンダンサー。ノーザンダンサーは、カナダの競走馬、シュボバ。カナダの歴史的名馬で、カナダ・アメリカで走り1964年、アメリカクラシック2巻を制した。1965年に、人間以外として、唯一のカナダスポーツの殿堂入りを果たした。タネボバとしては、北米の枠を超えて、世界レベルで、成功、20世紀中最も成功した一頭である。 サラブレッドタイムズの調査では、セントサイモンに次ぐ2位の遺伝的影響力を持つと報告された。ノーザンダンサーは、1961年にカナダ・オンタリオ州南部のウィンドフィールズ・ファームで生まれた。生産者は、ビール醸造で一時代を築いた富豪で、当時のカナダ作用手のサラブレッド生産者でもあった、エドワード・プランケット・テイラーである。父のニアークティックはテイラーが、 ニューマーケットで行われたセリー市で落札した繁殖品馬レディアンジェラが受退していた馬でウィンドフィールズファームの最高傑作と呼ばれた。母のナタルマは1958年にテーラーがサラトガで行われた2歳馬のセリー市で3万5000ドルで購入した品馬である。1960年春に骨折のため競争オーバーを引退して繁殖入りし6月に ニアークティックと交配された。翌年5月27日、ナタルマは影のお馬を出産した。テイラーはこの子馬を高く評価し2万5千ドルという高値で売り出したが、遅う生まれの上に小柄であったことが災いして、海底がつかず、テイラーが所有することになった名義はウィンドフィールズファーム。テイラーは父ニアークティックに帰宅、母の父ネイティブダンサー。 先住民の踊り子より、ノーザンダンサーという名前をこの馬につけた。ノーザンダンサーはデビューする頃になっても発育が悪く、対抗は最高で15.2ハンド、約154.4センチメートルにしかならなかった。1963年、ノーザンダンサーは、ホートイリー競馬場の名ドン、未勝利戦で競争馬としてデビューした。初戦を二着馬に七馬身の喫茶をつけて優勝するなど、 同競馬場で三戦2勝の成績を収めた後に、ウッドバイン競馬場へと転戦。同競馬場で、カナダ最大の2歳戦であるコロネーションフューチュルテを6馬審査で圧勝するなど、三戦2勝の成績を残した。その後、グリーンウッド競馬場で1勝したノーザンダンサーは、アメリカ合衆国へ移動し、ニューヨーク州のアケダクト競馬場で2戦二2勝の成績を上げた。 この年の成績は9007勝で、カナダの最優秀2歳馬に選出された。なお、最終戦となった11月のレムゼンステークスの前に、発見された、レッツひが、レース後悪化し、治療と休養のために、気候の温暖なフロリダ州へ移送された。1964年、ノーザンダンサー陣営は、戦いの場をアメリカに設定した。2月10日の復帰初戦は敗れたが、その後は、 連勝を重ねフロリダダービー、ブルーグラスステークスなどのプレップレースを優勝。2番人気でアメリカ3冠競争第一戦のケンタッキーダービーに出走。レース半ばで先頭に立つと1番人気ヒルライズの追撃を首差しのいで優勝した。優勝タイムの2分フラットは当時のレースレコードであった。続いて3冠、第2戦のプリークネスステークスに出走。 ここでも人気は2番人気であったが、2、3番手を進み直線の前で先頭に立つ、レース運びで2着馬に2馬進1、4の喫茶をつけ優勝。2冠を達成した。この年のベルモントパーク競馬場は工事中であったため、アメリカ3冠のかかったベルモントステークスは明ケダくと競馬場にて行われた。このレースで一番人気に支持されたノーザンダンサーは、最後の直線で伸びやぐね、 優勝したクアドラングルから6場審査の3着に敗れた。ベルモントステークス出走後、ノーザンダンサーはカナダへ外戦し、クイーンズプレーとカナダにおけるダービーに相当に出走。2着場に7場審判の喫茶をつけて優勝した。人営は次の目標をアメリカのトラバーズステークスに据えたが、調教中に、左前市に屈腱炎を発症していることが判明し、引退を決断した。 この年のノーザンダンサーの成績は9007勝で、満票で、カナダの年度代表馬に、そしてアメリカでも最優秀三歳母馬に選出された。ノーザンダンサーが生まれた1961年は、新山やレーズアネイティブが生まれた年でもある。当時の競馬界は、ナスルーラ系、セントサイモン系、ハイペリオン系等が勢力を競っていた状態で、絶的な主流は存在せず、 ノーザンダンサーの父にアークティックも主流の一角根ある固形の枝の一つに過ぎなかった。引退後ノーザンダンサーは種ボバとなり4年間ウィンドフィールズファームでつなぎよされた。初年度しつけ量は1万ドルであった。ノーザンダンサーはカナダのみならずアメリカの生産者からも高い気を集め、1969年にウィンドフィールズファームからメリーランド州にあるテイラーが アメリカで出走する所有馬の調教のために作った牧場、ウィンドフィールズファームメリーランド市場と移動した。ノーザンダンサーは2年目の産区から、イギリスクラシック三冠馬となるニジンスキーを送り出し、その後も AI ダービー優勝馬ザメンストレルなど146頭のステークス競争優勝馬を輩出した。産区は、ヨーロッパでの活躍が目立ち、イギリスのリーディングサイヤーを4回、 1970年、1977年、1983年、1984年獲得した。アメリカのリーディングサイヤーは2度、1971年、1977年獲得している。さらに、3区の中から種ボバとして成功する者が多く、現れると主要国でリーディングサイヤーとなった3区は、サドラズウェルズを筆頭に9頭。これは、 セントサイモンのハットを上回る、その人気は、ますます高まった。1970年代後半から続いた種付け量、シンジケート価格、セリーチにおける2歳馬の取引価格などの等の波にも乗り、1984年には2歳産区のセリーチでの落札価格が平均約332万ドルに、1985年には種付け量が工事価格で95万ドル。 当時のレートで2億円以上、実際にはこれ以上の価格で取引されたとされるに達し、ノーザンダンサーバブルと呼べる現象が起こった。絶頂期のノーザンダンサーは、ノーザンダンサーの生液の一滴は一カラットのダイヤモンよりも価値があるとさえ言われた。日本でもノーザンテイストがリーディングサイヤーを10回獲得するなど大きな成功を収め、オスの産区が種ボバとして、 次々に輸入された。ノーザンダンサーは1987年に受体率が著しく低下したことにより、後輩シーズン途中で種ボバを引退し、予選をノーズビュースタリオンステーション、ノーザンダンサーの種ボバ引退後、ウィンドフールズファームメィーランドから解消で過ごした。1990年11月16日早朝、ノーザンダンサーは戦痛を発症して苦しんでいるのが、 発見され、安楽死の処置が取られた。ノーザンダンサーの遺体は、カナダのウィンドフィールズファームに埋葬された。1992年7月には、ウッドバイン競馬場に銅像が建てられた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。